最初はこちらだぜ。霊夢は、若手ドライバーがレース中にとんでもない気功に走った事件を知っているか？レース中に気功？一体何をやらかしたのかしら？壁に向かってわざとクラッシュしたんだ。そりゃとんでもないわね。実はそこには、信じがたい F1 界の闇が潜んでいたんだ。事件によって取り返しのつかないとばっちりを受けたドライバーも出てきて、しかも、同じ事件が繰り返されてしまう可能性もゼロではないんだ。一体どういうことなの？詳しく教えてほしいわ。疑惑の勝利。事件が起きたのは、2008年の第15戦シンガポールグランプリだ。この事件はクラッシュゲートと呼ばれ、F1 における黒歴史として語られている。そんな黒歴史があったの？そうだ。まず、事件の概要を説明するぜ。シンガポールグランプリは F1 世界選手権が1950年に始まってから、800レース目の記念のグランプリだった。F1 史上初のナイトレース、しかも、市街地コース開催だったんだ。わぁ、夜に開催されるモナコグランプリみたいね。そうなんだ。高層ビルや都市高速道路に溶け込んだ全長5067キロのストリートサーキットなんだ。それに、23のコーナー、高温多湿の気候、荒れた路面と、ドライバーにとって非常にタフなコースとして捉えられたんだ。夜で、市街地、しかも高温多湿で、荒れた路面、なんかハードモードよね。そうなんだ。しかも初開催で結果がどうなるか誰もわからない。だから、新人ドライバーが事故を起こしても、バレにくい一面もあったのかもしれないんだ。事件は、決勝レースで起きたんだ。スタートでルノーのフェルナンド・アロンソは、15番グリッドから一気に12位までジャンプアップした。チームメイトのネルソン・ピケ・ジュニアが13周目で、故意のクラッシュを起こした。そうなると、ああ、クラッシュしたマシンを回収するのに SC が導入されたんだ。SC の直前、アロンソがちょうどピットストップを終えたんだ。SC 導入時、ピットレーンが閉じて、他のマシンがピットレーンに入れなかった。SC 解消後、各社続々とピットインして、すでにピットストップを終えたアロンソがトップに立った。そのままトップをキープし、優勝を果たすんだ。アロンソにとっては、めちゃくちゃラッキーな展開なんだわ。そうなんだ。当時、アロンソの女神はチームメイトとも呼ばれていたんだ。ただ、このクラッシュにはとんでもない深い闇があった。これからそれを説明していくぜ。怖さもあるけど、知りたいわ。よし、始めるぞ。事件の黒幕。この事件が起きたのは2008年、ちょうどルノーはドライバーラインナップを変えた年だった。ジャンカルロ・フィジケラ、ヘイキ・コバ来年から、アロンソとピケ・ジュニアに変更した。ピケ・ジュニアとは、1985年生まれでブラジル国籍だ。父親は3度の F1 チャンピオンを獲得したネルソン・ピケなんだ。そうだったんだ。じゃあ、2世なの？そうだぜ。幼児期はモナコに住んでたが、8歳の時、ブラジル移住後にすぐにカートレーシングを開始した。2001年に父の経営するレーシングチームで、南米 F3 に7戦のみ参戦して1勝を挙げたんだ。翌年は同シリーズ全17戦中16回のポールポジション獲得、決勝でも13勝を挙げて、チャンピオンになった。すごいわね。才能を引き継いでる感じがするわ。2003年よりヨーロッパへ戻ると、父ピケは、ピケジュニアのためにピケスポーツの名でチームを設立した。親バカとも見えるけど、失礼だぞ。息子の才能を認めていたと思うぜ。ピケジュニアはそのチームからイギリス F3 に参戦した。6勝を挙げてランキング3位になったんだ。マールボロマスターズにも出場、ポールポジションを獲得し、F1 のテストドライブも経験した。2004年にも6勝を挙げてイギリス F3 では、最年少となる19歳2ヶ月でチャンピオンを獲得したんだ。最年少チャンピオン？すごいわ。すごいんだぞ。2005年はグランプリ2に参戦を開始し、翌年も引き続き参戦して、4勝を挙げチャンピオン争いを展開したんだ。だが、ルイス・ハミルトンに及ばず、ランキング2位で終えた。ハミルトンと争って、2位？それってすごいんじゃない？俺もそう思うぞ。その上、ハンガロリンクでのレースでは、ポールポジションを獲得しそのままレース1を優勝したんだ。レース2ではリバースグリッドとなって、レース1の勝者が勝つのは困難だが、レース2も勝利したんだ。それはやばいと思うわ。そう。しかも、両レースでファステストラップも記録して完全勝利を飾ったぞ。エグすぎるわ。2007年はルノーチームのテストドライバーを務め、翌2008年に、レギュラードライバーに昇格した。活躍がめちゃ期待されるわ。そう思うだろ？だが、この年のルノーのマシンは戦闘力に欠けたんだ。チームメイトのアロンソがたびたび予選トップ10に入った中で、ピケジュニアは下位に沈むことが多かった。新人とアロンソを比べるのはかわいそうよ。だが、F1 は結果が全てな部分も大きいんだ。決勝でも第7戦カナダグランプリまでに5回リタイアをしていた。第8戦フランスグランプリでは初めて予選 Q3 に進出すると、決勝でも7位入賞を果たし始めてポイントを獲得したんだ。そうよ。これからよ。
第10戦ドイツグランプリでハミルトンにオーバーテイクされたものの、見事に2位表彰台を獲得したんだ。またハミルトンが絡むの？でも、2位表彰台はすごいんだわ。確かにな。でも、すごいぞ。だけど、その後の8戦では、目立った活躍は見られず、逆にミスが目立ち、シーズン途中の解雇も噂された状況だった。表彰台を獲得したのに、解雇はきついんだわ。そう。これも大きな要因だったんだ。続いて、先ほども登場したアロンソだぜ。2000年国際 F3000 に参戦して、ランキング4位となり、フラビオ・ブリアトーレとマネージメント契約を結ぶんだ。早い時期から、ブリアトーレと絡むんだ。そうなんだ。2003年ルノーのレギュラードライバーへ昇格して、2005年、F1 史上最年少ドライバーズチャンピオンとなる。翌2006年には連覇を達成したんだ。強すぎだわ。2007年マクラーレンに移籍するも、ハミルトンとのチーム内バトルなどもあり1年で離脱した。ここでもハミルトンなの？なぜかわからないが、そうなんだぜ。そして、問題の2008年からフルスルノーに復帰したんだ。ただ、このシンガポールグランプリまでは、シーズン表彰台の獲得はなかった。苦しい状況よね。そうなんだ。ここで、悪魔の提案をしたブリアトーレが絡んでくるんだ。ブリアトーレは、1950年生まれでイタリア出身だ。1970年代にブリアトーレはイタリア証券市場に関わって、その頃ベネトンの創設者であるルチアーノ・ベネトンと出会った。運命の出会いね。そうだぜ。彼らは友人となり、やがてビジネスパートナーとなったんだ。1979年にベネトンがアメリカに最初の5店舗を開店した際、ベネトンはブリアトーレをアメリカ地区の責任者に指名したんだ。すごい信頼されてるのね。確かにな。そして、1988年のオーストラリアグランプリから、モータースポーツに関わることになったぞ。ベネトンはブリアトーレを自ら所有する F1 コンストラクターの、ベネトンフォーミュラのコマーシャルディレクターにした。その後、マネージングディレクターに昇格して、ベネトンを真の競争力のあるチームに変えるべく活動を始めた。そしてルノーがベネトンを買収し、ルノーチーム代表になった。トントン拍子な気がするわ。そうだな。さらに、F1 で代理人契約もしているんだ。アロンソ、ピケジュニア、マーク・ウェバー、ヤルノ・プルーリ、ジャンカルロ・フィジケラ、ヘイキ・コバライネンなどもいた。アロンソとピケジュニアのマネージャーだったんだ。そうなんだ。ここも大きいんだ。ブリアトーレは、若い有望なドライバーをお互いしていたんだ。契約ドライバーを自分の息のかかるチームに売り込んだり、他チームにレンタルするなどしてシートを用意していた。その見返りとして報酬の何割かを取り分とすることで、多額の利益を得ていたと言われてるんだ。抜け目がないわ。でないと、お金持ちになれないのかもな。驚くのはこれだけじゃないぞ。2004年 F1 の商用権を管理するバーニー・エクレストントリゼにいたブルーノ・ミシェルらと GP2 シリーズを設立した。え？2005年にファッションデザイナーのアンジェロ・ガラッソと、ファッションブランドビリオネア・クチュールを創設した。まだあるぞ。2007年、エクレストンとイングランドのサッカークラブであるクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC を買収したんだ。サッカークラブも？動きがヤバすぎるわ。まだあるんだぜ。もうお腹いっぱいだわ。ナオミ・キャンベル、アドリアーナ・ボルペ、ハイジ・クラムといったスーパーモデルとの恋愛関係を噂されたんだ。キー。めっちゃムカつくわ。その気持ちはよくわかるぜ。だけど、2008年6月14日にワンダーブラモデルのエリザベッタ・グレゴラチと結婚したんだ。もう、嫌になるわ。霊夢、よくわかるぞ。そして、もう一人の悪魔の提案をした人物だ。それは、パット・シモンズだ。彼は1953年生まれ、イギリス出身だ。1980年代から F1 チーム技術部門の要職を歴任した。若手時代のアイルトン・セナ、ミハエル・シューマッハなどの飛躍に貢献したんだ。伝説のドライバーたちと一緒に仕事をしたのね。レース戦略で一定の評価があり、しばしばその優れた作戦でたチームに対して優位に立ったんだ。残念だが、このレース戦略の能力が利用されるんだ。どうなるの？霊夢、焦るな。そして、問題のシンガポールグランプリだった。緻密に計画されたクラッシュ。初開催でのナイトレース、高温多湿でラフな路面、そういった状況も疑惑を減らした要因だった。戦闘力が厳しいマシンで、アロンソは金、土曜の3回のフリー走行で2回トップタイムをマークした。特に最後のセッションでは後続に 0.6 秒もの差をつけ、ピケジュニアも4位に入り、チームは上り調子で予選に臨むんだ。すごいじゃない？絶好調だわ。だが予選 Q1、ピケジュニアがまさかの敗退をする。え？予選 Q2 開始後、アロンソにトラブルが発生して、タイムが残せないまま終わり15番手になった。流れが良くないのね。そうだ。ちなみに、ウィリアムズトヨタの中島和樹が初の Q3 進出を決めたんだ。そうだったのね。予選終了後、ポールポジションはフェリペ・マッサ、ハミルトンが2番手、キミ・ライコネンが3番手だった。ここで悪魔の提案が起きる。
表彰台は獲得したものの、ミスが続き予選9番敗退といった苦しい状況もあった。決勝直前、チーム代表のブリアトーレと、テクニカルディレクターのシモンズがピケジュニアに囁くんだ。何を？ SC を出動させることによって、チームのために自分のレースを犠牲にするつもりがあるか？と、ピケジュニアはもちろんわかっていたんだ。破片あるいは停止したマシンによってトラックが妨害され、デブリや破損したマシンを回収するのが難しい事故の場合に、SC 導入がされることを。生々しいわ。そうだ。この会話の時点で、ピケジュニアは非常に元気がなく精神状態が不安定だったんだ。どうして？成績不振もあるが、ブリアトーレが、来年の契約更新の情報を与えなかったからだ。あ、ブリアトーレはピケジュニアのマネージャーだったわね。そうだ。情報を与えなかっただけでなく、繰り返しオプションにサインするよう要求したんだ。オプション？その内容は、他チームと交渉できないということだったんだ。むごいわ。俺もそう思うんぜ。しかも、そのオプションを延期するように、繰り返し圧力をかけてたんだ。ドライバーはレース前集中してリラックスしたいと思うんだが、レース日でさえ、オプション更新の件で呼び出していた。うわぁ、きついんだわ。さすがに、と思うぞ。そんな状況で、しかも予選16位の結果もあり、チームにおける将来が非常に不安定になっていたんだ。チーム内の立場の改善を願って、ピケジュニアは悪魔の提案を承諾してしまうんだ。うわぁ、3人での話し合いの後、シモンズはピケジュニアを静かな一角に連れて行った。マップを使って、クラッシュするべきトラックの正確なコーナーを指を指した。ターン17が選ばれたのは、破損したマシンを素早くトラックから撤去するクレーンがない上、セーフティマーシャルが破損したマシンをトラックから排除することができるような通用口もない特殊な位置だったためだ。ここでクラッシュすれば、コースを清掃してレースを安全に継続できるようになるまで SC 出動が必要だと。用意周到だわ。さらに、シモンズは事故を起こす正確な周回をピケジュニアに話した。なんで？そうすれば、アロンソが SC 導入前、ピットで給油できるからだ。なるほど。実際、アロンソは12周目に給油を終えたんだ。この戦略の鍵は、SC が13から14周目に出動することをほぼ知っていることと、12周分の燃料を積んだ軽量マシンを使うという、アグレッシブな燃料作戦でスタートさせたことにあるんだ。この作戦は成功し、アロンソはシンガポールグランプリで優勝した。そうだったのね。だが、とんでもない問題があるんだ。何が？シモンズとの会話中、ピケジュニア自身、観客、ドライバーなどの安全性問題に関する懸念については言及されなかったんだ。え？ピケジュニアに唯一なされたコメントは、注意しろだけだった。ピケジュニアはこれを、負傷しないようにという意味に受け取った。レース後、ブリアトーレは控えめにありがとうと言って、それ以上は言及しなかったんだ。これがあのクラッシュゲートの裏事情だ。想像以上にドロドロしていたわ。そうなんだ。弱い立場にいるドライバーに圧力をかけ、あろうことか、レース戦略に長けているエンジニアも絡んでしまったんだ。優秀な戦略をこんなことに使ってほしくないわ。ほんと霊夢の言う通りなんだ。でも、なんでバレちゃったの？それは、泥沼の展開。そして F1 最大の黒歴史へ。ピケジュニアは成績不振だったが、悪魔の提案の影響もあってか、翌年2009年もルノーのシートを獲得したんだ。うまくいったんじゃない。だが、前年以上に競争力のない車に、アロンソと共に苦戦を強いられたんだ。開幕戦オーストラリアグランプリでは、一時5位を走行したもののコースオフしてリタイアをした。競争力のないマシンながらアロンソが5回入賞圏内に食い込んだ。だが、ピケジュニアは中段から下位での争いが続き、成績不振から解雇の噂が広がっていたんだ。やばいんじゃないの？さらに、第9戦ドイツグランプリでは、アロンソがファステストラップを獲得。ピケジュニアは 1.5 秒落ちの12番目のタイムだった。第10戦ハンガリーグランプリ、アロンソが予選でポールポジションを獲得したが、ピケジュニアは15位に終わるんだ。ちょっと待って。結局ハンガリーグランプリまで一度もポイントを得ることはできず、このレースを最後に解雇されてしまった。アロンソひいきがあったかもしれないけど、これはきついんだわ。そうなんだ。あの悪魔の提案を知っていた人物がもう一人いるんだ。誰なの？父親のピケだ。この事件が公になる前に息子のピケジュニアから真相を聞いていた。それに、2008年最終戦ブラジルグランプリの時点で、FIA 上層陣に対して相談していたんだ。FIA 側はピケジュニア本人の供述が必要という立場を示した。だが、ピケはこれを口外することで息子のキャリアが大きく傷つくことを恐れて相談だけに止めた。息子への愛情だわ。俺もそう思うんだぜ。そしてついに、解雇されて失うものがないピケジュニアは、動いたぜ。ピケジュニアがブラジルのテレビ番組に出演した際、こう告白したんだ。昨年のシンガポールグランプリでのクラッシュはチームの命令で行った。と、
これがきっかけで、シンガポールグランプリでのクラッシュがチームの指示による意図的なものとの噂が流れ始めた。当初は真相が明らかになってなかったこと、アロンソと比較して戦績不振の影響もあり、解雇された腹いせと言われていた。そんなことがあったのね。やがて FIA が調査を始めて、事件の詳細の裏付けをピケ・ジュニア本人が握っているものと考えられたんだ。2009年9月4日、FIA は世界モータースポーツ評議会の臨時会議にルノー首脳陣を招聘することを表明した。6日後、この事件がピケ・ジュニア本人が FIA に対して、告発したことによるものであることが判明するんだ。翌日、ルノーとブリアトーレはピケ親子が誤った主張で、チームを恐喝し、ピケ・ジュニアの契約延長を求めたと反論した。ピケ親子2人に対して、法的措置を取ることを表明したんだ。なんか泥沼な感じがしてきたわ。16日にルノーは FIA 世界モータースポーツ評議会の臨時会議でピケ不死の供述に異議を申し立てない方針を表明した。合わせて、ブリアトーレとシモンズがチームから離脱を発表した。二人ともチームから離れたの？そうなんだ。この悪質なチームオーダーは F1 のみならず、モータースポーツ界に大きな衝撃を与えたんだ。F1 はモータースポーツの最高峰と言われてるから、仕方がないんじゃない？そうなんだ。21日に行われた世界モータースポーツ評議会の公聴会で、2年間の執行猶予付けの参戦資格剥奪の処分がルノーにされた。同時に、今回の事件を計画指示したという理由で、ブリアトーレは、FIA 統括のすべてのモータースポーツ競技から、無期限の追放処分、シモンズは5年間の追放処分となった。ピケ・ジュニアは、調査に協力したとして責任追及を免除された。そうだったのね。だが、ピケ親子とチームとの間ではその後もチームに対して名誉毀損をめぐる訴訟が続行していたんだ。2010年12月7日、チームは2009年9月11日に発表したピケ親子を非難するプレスリリースを撤回した。そして、ピケ親子に対し全面的に謝罪するとともに損害賠償を支払う意向を明らかにしたんだ。ようやく、騒動が終わるのね。そうなんだ。ちなみに、ニキ・ラウダはピケ・ジュニアに対しても批判したんだ。もし、クラッシュするよう命じられたとしても、拒否できたはずだからだ。と。それは、あるわね。でも、精神的に追い込まれてた部分もあるから、なんとも言えないぜ。騒動後、ルノーチームはスポンサーの打ち切りを発表したんだ。タイトルスポンサーの ING グループと主要スポンサーであるムプアマドリーナが降りてしまったんだ。かなりの痛手ね。そうだ。その後、チーム株式が投資ファンド、ロータス等に売却された。チーム運営や車体開発からは2010年で手を引き、2011年以降はエンジン供給のみの活動することになった。だが、ロータスチームを買収し、2016年から再び参戦する。2021年にアルピーヌと名称を変え、現在に至るんだ。結構ドタバタな感じがするわ。黒幕が戻ってくる。ピケ・ジュニアは騒動後、どうなったの？秘密を暴露したことと事件当事者の影響もあってか、他チームに移籍することができなかったんだ。それは、仕方ない部分があるわね。だが、才能は高く評価されて、多種多様なカテゴリーに参戦したぞ。翌2010年、ナスカーに転向しナスカーの三大カップ戦で勝利を挙げたんだ。さらに、2014年よりフォーミュラ E に、チャイナレーシングフォーミュラ E チームより参戦する。第6戦ロングビーチイープリで自身初勝利を挙げ、同サーキットで親子2台で勝利を挙げたんだぜ。親子2台はすごいわ。第9戦モスクワで2勝目を挙げ、終始安定した走りを披露し、初代年間チャンピオンを獲得する活躍を見せるんだ。初代チャンピオン？そうだ。今はどうしてるの？2023年は、ELMS、ヨーロピアンルマンシリーズに参戦することが決定しているんだ。それは良かったわ。続いて、アロンソだが、結果的に、シンガポールグランプリでアドバンテージを得ていたんだ。そうよね。世界モータースポーツ評議会は、こう断定したんだ。アロンソ氏はルノー F1 のレギュレーション違反には一切関与していなかったと。それじゃ、お咎めなしってことなの？そうなんだ。騒動後、他チームに移籍するんだ。2018年 F1 と並行しルマン24時間に参戦、総合優勝した。翌年にルマン24時間を連覇したんだ。さらに、2018-2019 シーズンの FIA 世界耐久選手権 LMP ドライバーチャンピオンを獲得した。2023年からはアストンマーティン F1 から参戦するぞ。やはりすごいドライバーなのね。アロンソは、インディ500を制覇すれば、トリプルクラウンなんだぜ。世界三大レースと呼ばれる、モナコグランプリ、ルマン24時間レース、インディ500ね。霊夢、よく勉強しているな。そして、シモンズだがブリアトーレと共に、処分取り消しと賠償金を求める訴訟を起こしたんだ。2010年1月、パリの大審裁判所は、二人の訴えを認める判決を下ろした。そうなの？FIA は控訴の構えを見せたが、同年4月に両者と和解した。
結果、F1 では2012年末まで、FIA 関連の他のレースでも2011年末までは運営への関与を認めないとした。だが、それ以降は復帰を認めると発表した。そんなことって、シモンズは2017年からスカイスポーツ F1 のアナリスト兼コメンテーターになったんだ。さらに、ここからが大事なんだ。F1 委員会の役職、後にチーフテクニカルオフィサーにも就任したんだ。その気持ちはわかるぞ。あの過ちを反省して、それを活かしてもらえたらと願うんだ。ブリアトーレはどうなったの？これが図太いとも言えるのかもしれないんだ。謹慎期間中も F1 のパドックにゲストとして、公然と出入りする姿が目撃されたんだ。謹慎期間終了後の2013年には別のビジネスに専念して、F1 の世界へ戻る意思はないと明かすんだぜ。じゃあ、もう F1 とは関わりないのね？そうじゃないんだ。その後もアロンソのマネージメントを担当するなど、依然として F1 に関わりを続けているんだ。言ってることと違うじゃない。そうなんだが、もっとすごいことがあるんだ。何が？なんと、2022年3月、フォーミュラワングループのアンバサダーとして12年ぶりに F1 界の現場に復帰したぞ。しかも、アンバサダーって、いくら有能とは言っても、これには様々な意見があると思うんだ。確かに、何とも言えないところがあるんだわ。そうだぜ。まだまだあるぞ。あのクラッシュゲートがなければ、ワールドチャンピオンになっていたかもしれない男がいるんだぜ。誰なの？フェリペ・マッサだ。2008年ハミルトンがドライバーズチャンピオンを獲得して、1ポイント差でマッサは2位となったんだ。言われてみるとそうだったわ。シンガポールグランプリ決勝で、マッサは途中まで1位を走行していた。だがあの SC 導入後のピット作業で、担当メカニックのミスで、給油ホースが抜けないままスタートしてしまったんだ。それ、危険じゃないの？そうなんだ。給油ホースが引きちぎれて、ピットロード出口手前で停止した。メカニックがホースを抜きに車で待たなければならず、かなりのタイムロスをしてしまった。またピットからのスタート時、エイドリアン・スーケルの進路を妨害したとして、ドライブスルーペナルティを受けてしまった。踏んだり蹴ったりだわ。結局、マッサは13位でノーポイント、対してハミルトンは3位で6ポイントを獲得したんだ。もし、この事件がなければ、マッサがチャンピオンになっていたかもしれないの？その可能性は否定できないぜ。もう二度と起きてほしくないわ。本当にそうなんだ。だが、最近、この疑惑がかけられたドライバーがいるぞ。誰なの？我らの角田だ。え？いつなの？2022年オランダグランプリだ。決勝でピットストップ後、角田はタイヤが装着されてないと訴えてコース上にマシンを止めたんだ。それは危険だわ。だが、チームからタイヤは問題ない。動かせと指示があり、ピットに戻った。チームは、角田にソフトタイヤに交換しつつ、シートベルトのチェックを行った。角田はピットから離れるが、スロー走行するんだ。今度はデフの不調を訴えて1コーナーに、マシンを止めてリタイアしたんだ。このリタイアによって VSC が導入されたんだ。事故にならなくてよかったわ。よかったとも言えないんだ。VSC 導入で、マックス・フェルスタッペンに有利に働いて、母国グランプリで優勝することになった。アルファタウリはいつフラビオ・ブリアトーレを雇った？と疑惑の目を向けるファンもいたほどなんだ。だが、原因は角田のマシンに起きた問題に、チームがすぐに検知できなかったためだったんだ。ちょっと、アルファタウリ、しっかりしてよね。インターネットは過熱状態になり、誹謗中傷がレッドブルの戦略責任者ハンナ・シュミッツにも向けられた。これはレッドブルとアルファタウリの姉妹チームだからこそ起きてしまったとも言えるんだ。そうよね。ただ、ハンナさんがいくら優秀でもこれは読めないぜ。そうよね。いくらアルファタウリの戦略が意味。霊夢、個人的な考えかもしれないが、それ以上はダメだぞ。ハンナさん、優秀で美人ってすごすぎるわ。結婚してほしいわ。それは無理だな。ハンナさんは、子持ちの人妻だぞ。それは残念だわ。代わりに、ハンナさんの戦略に今年もワクワクしようじゃないか。そうよね。今回の事故は、結果が全てという部分もあるかもしれない。それゆえに起きてしまった事件とも言えるんだ。また、SNS も発達しリアルタイムで様々な意見が、飛び交うようになってきた。それは多くのファンが F1 に夢中になっているからこそとも言えると思うんだぜ。確かにね。2023年シーズンも間もなく始まる。熱くフェアな争いが待ちきれないぜ。そうね。続いてはこの動画だぜ。霊夢、かつて F1 では戦争と例えられるほどの激しい争いがあったのを知ってるか？戦争とはただごとではないわね。戦いが行き過ぎて、とんでもない事件を引き起こしたこともあったんだ。じゃあ今回は、ファン激怒の大事件、ミシュランゲートを紹介するぜ。一流企業の大戦争。F1 で起きた戦争というのは、タイヤの覇権を争う戦いのことなんだ。今、F1 のタイヤといえばピレリよね？霊夢の言う通りだ。
だが昔は、グッドイヤーやダンロップといった数多くのタイヤメーカーが参戦していたんだ。シーズンによっては複数のメーカーが参戦して戦うこともあったんだな。ドライバーやマシンだけじゃなく、タイヤで勝負が決まることもあったんだ。タイヤがそんなに重要だなんて知らなかったわ。世界最高峰の F1 での争いは、各タイヤメーカーの技術力を証明する、プライドをかけた戦いだったんだ。そして、F1 で最後にタイヤ戦争があったのが、2001年から2006年の間に起きた、ブリヂストン VS ミシュランの戦いなんだ。日本を代表するブリヂストンも参戦してたのね。ちなみに、2021年のデータで、世界のタイヤ市場の売上シェアともにトップ2の2社なんだぜ。まさに巨人同士の戦争だわ。どんな戦いだったのかしら？この争いは、王者ブリヂストンに、挑戦者ミシュランが挑む構図だったんだ。1997年に参戦を開始したブリヂストンは、翌98年、タイヤメーカーで F1 最多の通算368勝を挙げた、グッドイヤーを下してチャンピオンを獲得するんだ。たった2年で頂点に立ったのね。さすがブリヂストンだわ。そして、この年限りでグッドイヤーは F1 を撤退。以降の数年間は、ブリヂストンが一社単独供給で F1 の足元を支えるんだ。F1 界の、縁の下の力持ちだわね。そんな、王者ブリヂストンに戦いを挑んだのがミシュランなんだ。それまでも、数多くのレースで勝利を勝ち取ってきたミシュランは、最後の頂上決戦として、ブリヂストンが待ち受ける F1 に参戦してきたんだ。両者絶対に負けられない戦いだわ。どちらが勝つのかしら？タイヤ戦争1年目の2001年は、ブリヂストンが圧勝するんだ。ブリヂストンは17戦中14勝を挙げるんだな。チャンピオン争いもブリヂストン陣営の前年王者、フェラーリのミハエル・シューマッハが9勝を挙げて連覇を達成するんだ。王者ブリヂストンが貫禄を見せつけたのね。だがミシュランも、さすがと思わせる活躍をするんだ。開幕戦オーストラリアグランプリではアクシデントなどで結果に残らなかったものの、第2戦マレーシアグランプリではミシュランユーザーのウィリアムズ、ラルフ・シューマッハが予選3位決勝は5位入賞と活躍するんだ。予選3位はなかなかの成績だわね。そして、第3戦ブラジルグランプリでも予選2位と速さを見せた後の第4戦サンマリノグランプリでは、ラルフにとっても、初となる優勝を挙げてるんだ。ミシュランもさすがだわ。結局この年のミシュランは、ラルフがドライバーズランキング4位を獲得するんだ。ブリヂストンにとって、相手に不足なしだわね。2002年も、ブリヂストンとフェラーリの黄金タッグがシーズンを席巻するんだ。シューマッハが当時の歴代最多のシーズン11勝、チームメイトのルーベンス・バリチェロも4勝を挙げるんだ。フェラーリ、ブリヂストン陣営が17戦中15勝と、2001年以上にミシュランを圧倒するんだな。フェラーリもブリヂストンも勝ちすぎだわ。勝率 88% だからな。だがこの年のミシュランは、トップチームのマクラーレンを陣営に迎え入れるなど、ブリヂストンの5チームを上回る、6チームに供給を開始するんだ。ミシュランも、着実に勢力を増やしてるのね。2003年、王者ブリヂストンが追い詰められるんだ。ミシュランの逆襲だわ。F1 参戦以来、供給チームを増やしていたミシュランは、フェラーリ以外のトップチームを取り込んで、強力な陣容を整えたんだ。F1 で勝つには、マシンやチームも大事だものね。その努力が実を結び、開幕2戦をミシュラン陣営のマクラーレンが制すんだ。初めてミシュラン優勢だわ。だがブリヂストン陣営の名手フェラーリも、第3戦サンマリノグランプリから3連勝を挙げて巻き返すんだ。一進一退の攻防だわね。その後も、毎戦のように優勝者が変わる大混戦でシーズンが進んだ。ブリヂストンのフェラーリ、シューマッハとミシュランのマクラーレン、キミライコネンが、最終戦日本グランプリまでタイトルを争うんだ。ブリヂストンがこんなに苦戦するなんて初めてだわ。結局この年は、2ポイント差という僅差の戦いを制したシューマッハがチャンピオンを防衛するんだ。ブリヂストンはギリギリの勝利だわね。翌2004年、ブリヂストンが再び圧倒するんだ。全18戦で開催されたこの年は、ブリヂストンを履くフェラーリが15勝を挙げるんだ。特にシューマッハは、第13戦ハンガリーグランプリまで22勝を挙げる圧倒的な強さを見せ、早々とチャンピオンを決めるんだ。ブリヂストンもシューマッハも強すぎだわ。だが、劣勢に立たされてるミシュランもただ負けたわけではなかったんだ。どういうことかしら？2004年まで10チーム中、6チームにタイヤを供給していたミシュランは、2005年からはさらに増やして7チームに供給するんだ。ブリヂストンは3チームだけになったのね。勝負には勝ってても、なんだか追い詰められてる気がするわ。こうしてコースの内外で激しく競うタイヤメーカー同士の争いは、世界を代表する巨大企業の仁義なき戦いとして、F1 の楽しみの一つでもあったんだ。そしてこのタイヤ戦争は、ファンをも巻き込む大事件を引き起こすことになるんだ。危険すぎるクソタイヤ。事件が起きたのは、2005年の第9戦アメリカグランプリなんだ。
この年のタイヤ戦争はミシュランが圧倒的な強さを見せてたんだ。ついにブリヂストンを上回ったのね。どうしてなのかしら？2005年の F1 は、予選から決勝のゴールまでワンセットのタイヤしか使用できないレギュレーションになったんだ。レース中にタイヤ交換ができないということね。そういうことだな。それによって、今までとは違うタイヤの開発が必要になったが、10チーム中7チームを抱えるミシュランの方が、より多くのデータをタイヤ開発に活かすことができたんだ。ミシュランの戦略が当たったのね。開幕からミシュラン陣営優位でシーズンは進み、第8戦カナダグランプリまで全勝するんだぜ。形勢逆転だわね。ブリヂストン、ボロ負けだわ。そんな中で迎えたアメリカグランプリも、ミシュラン勢優位と見られてたんだ。だが金曜日に行われた公式練習中に、トヨタに所属していたラルフが大クラッシュに見舞われるんだ。ラルフの命に別状はなかったものの、レースを欠場することになるんだ。マシンがボロボロになってるわね。ラルフの命が助かってよかったわ。この事故はすぐに調査が行われるんだが、深刻な問題が判明するんだ。何が原因だったのかしら？ミシュランが持ち込んだタイヤの設計では、アメリカグランプリで使用するコース、インディアナポリスモータースピードウェイの、高速の13コーナーに耐えられないことが分かったんだ。そんなことがあるのね。このコーナーは、外側より内側の方が低いすり鉢のような形状で、他のサーキットでは見られない珍しいコーナーなんだ。確かに内側に傾いてるわ。そして、この年からルールが変わったことで、前年までのタイヤデータが使用できなかったんだ。その上コースを使用しての事前テストもできなかったことから、機場でのシミュレートでタイヤを設計することになったんだ。走行できなければ7チームからの豊富なデータも使えないものね。その結果、タイヤのサイドボールに限界を超えた力が加わりタイヤが破裂してしまったんだ。高速でいきなりパンクだなんて、とんだクソタイヤだわ。霊夢がつい暴言を言ってしまうのもわかるぜ。だけど YouTube の規約に引っかからない程度でお願いするぜ。気をつけるわ。もちろんラルフが使用していたタイヤは、他の7チームにも供給してる製品で、レースに向けての安全対策が急遽検討されることになるんだ。このままではレースできないものね。安全第一だわ。だが、アメリカグランプリの安全を揺るがすこのトラブルは、F1 界の集大を晒す事件の前触れでしかなかったんだ。わがままなミシュラン。安全が確保できないと分かったミシュランは、統括団体の FIA との協議を始めるんだ。レースは日曜だものね。時間がないわ。ミシュラン代表のピエール・デュパスキエは FIA に、第13コーナーのスピードを落とさないとタイヤが持たないと報告するんだ。FIA もびっくりだわね。報告を受けたレースディレクター、チャーリー・ホワイティングは、ミシュランタイヤを使用するドライバーに、ミシュランが安全な最高速度を指示して、問題の13コーナーを走らせる提案をするんだ。安全を考えると妥当な提案だわ。それに対してミシュランは、別のタイヤを持ち込むことや、13コーナーに試験を設置することを提案するんだ。ちなみにミシュランが持ち込もうとした別のタイヤも、破裂したタイヤと同じ問題があったことが後にわかってるんだ。クソタイヤの代わりがクソタイヤなんてイカれてるわね。試験を設置する案も、コースレイアウトが変わると FIA の新たな認可が事前に必要になるため拒否されるんだ。悪くない提案に聞こえるけど、ダメなのね。ホワイティングはミシュランの提案を聞いて、ちゃんとしたタイヤを用意したブリヂストンに対して不公平と考えたんだ。確かに、ミシュランの問題にブリヂストンが付き合わされるのはおかしいわ。だが、ミシュランのデュパスキエからは試験設置など、13コーナー低速化を繰り返し要求されるんだ。デュパスキエもしつこいわ。ホワイティングも、最初に提案してる自主的に速度を落として走行することや、ペナルティ覚悟でレース中のタイヤ交換を行うことなどを提案するんだ。ミシュランの問題はミシュランで解決しろということね。そうして解決策がまとまらず、チームオーナーや関係者による会合が開かれるんだ。早く解決しないとレースに間に合わないわ。レースのある日曜10時に始まった会合には、フェラーリを除く全チームの代表者とミシュラン、F1 の商用面を統括するバーニー・エクレストン、サーキットオーナーのトニー・ジョージが参加するんだ。お偉いさん大集合だわね。その場では、ミシュランからフェラーリ以外のブリヂストンチームに、13コーナーへの試験増設が提案されるんだ。やっぱりその提案になるのね。そして、ホワイティングから提案されてたミシュラン装着車のスピード制限や、ペナルティ覚悟のタイヤ交換は却下されるんだ。何も悪くないブリヂストンと、どうしても同じ条件でレースをしたいのね。でも、試験設置で話はまとまったのかしら？そんな簡単に解決したら苦労しないんだぜ。それもそうね。続きをお願いするわ。この会合で話し合われた試験設置案は、エクレストンから会合に参加してないフェラーリの代表ジャン・トッドと、FIA 会長のマックス・モズレイに話すことになったんだ。エクレストンが難しい役を引き受けたのね。だが、会合に戻ってきたエクレストンが口にした回答はノーだったんだ。
ブリヂストン陣営のフェラーリが譲歩する必要はないものね。霊夢の言う通り、トッドはあくまでミシュランの問題として取り合わなかったんだ。モズレイも、サーキットに変更を加えた場合、グランプリをキャンセルすると言ってミシュランの提案を拒否したんだ。何も話が進まないわね。その後、フェラーリを除くチーム代表者たちのグループで代替案が話し合われるんだ。いい案は出たのかしら？そこで合意されたのは、フェラーリ抜きのレースになったとしても試験員を設置して、FIA 公認なしの非選手権レースにすることだったんだ。喧嘩上等の強引な方法ね。何も悪くないブリヂストンとフェラーリを無視してるわ。だが、当然のようにこの案はモズレイに拒絶されるんだ。FIA もこんなふざけた案を認めるわけないわね。結局、ミシュラン陣営から FIA やブリヂストン、フェラーリ陣営が納得できる提案が出ないまま、刻一刻とレース開始時間が近づいてくるんだ。前代未聞の茶番劇。決勝レース直前、アメリカグランプリのスタートライン前には、いつも通り各チームのマシンが並ぶんだ。スタートに向けて準備してるのね。当然その中にはフェラーリの2台を含む、全チーム20台の姿があったんだ。安心したわ。13コーナーはどうなのかしら？もちろん初めのままで、試験員は設けられてないんだな。FIA が納得しなかったものね。ミシュランはどうやって問題を解決したのかしら？安全第一、みんなが驚くような方法で乗り切るんだぜ。さすが一流企業ミシュランだわね。詳しく聞きたいわ。任せてくれ。前日の予選で1位を獲得したトヨタのヤルノ・プルーリを先頭に、スケジュール通りの時間でフォーメーションラップがスタートするんだ。いろいろありすぎて気づかなかったけど、トヨタが PP だったのね。そして、前者がいつも通りコースを一周しながらタイヤを温めるんだ。レース前のワクワク感が高まる瞬間だわ。何万人もの大歓声も大盛り上がりで、目の前を通るマシンに声援を送るんだ。一年に一回のお祭りだものね。テンションが上がるわ。そして、フォーメーションラップを終えて戻ってきたマシンは、ブリヂストンの6台だけになってたんだ。ちょっと意味がわからないわね。神隠しでもあったのかしら？ミシュラン陣営はフォーメーションラップが終わったらそのままピットイン、レースを欠場したんだ。全然解決策になってないわ。安全第一すぎるわね。事態を飲み込めないファンは激怒するんだ。観客席からは大ブーイングで、チケット窓口では暴動も起きたんだぜ。20台で大迫力のレースのはずが、たった6台しかいないんだものね。怒って当然だわ。実は、スタート直前まで各チーム間の調整が続けられてたんだ。だけどミシュラン陣営は、安全でないタイヤのままレースを続けることはできないと判断したんだ。ペナルティ覚悟でレース中のタイヤ交換をすればよかったんじゃないのかしら？ミシュランからすれば、無様に負けるよりは責任の一端を譲歩しなかった FIA やブリヂストン陣営に押し付けて、欠場した方が良かったのかもしれないな。だがその判断は、たった6台の F1 グランプリという、茶番のようなレースを生むことになったんだ。事故後から続けてた交渉も全て無意味になってしまったのね。結局、様々なエゴがぶつかり合ったファン不在の争いは、前代未聞の集大を晒すだけの結果となったんだ。予想外の産物、ブリヂストン陣営の3チーム、フェラーリ上段ミナルディの6台によるレースは、単調な展開になるんだ。当然、そうなるわよね。チームごとにマシンの戦闘力が大きく違うため、スタート直後から大きな争いなく進むんだ。その上、レース中の追い抜きが一度も起きず、高いチケット代を払って見に来てる観客にとって納得できるレースではなかったんだ。騙された気分になるわ。一部の観客は、レース中に帰り出すんだぜ。見る価値もないということね。一方のレースはフェラーリの2台、シューマッハとバリチェロが優勝を争い、途中あわやクラッシュの接近戦を演じながらもワンツーフィニッシュを挙げるんだ。ライバルがいないんだから当然だわ。そして、3位と4位は、上段のティアゴ・モンテイロと、ナレイン・カーティケヤンが獲得。5位と6位にはミナルディのクリスチャン・アルバースと、パトリック・フリーザッパーが入るんだ。6台すべて完走できたのね。この結果には、いくつかの初が隠されているんだ。何の初かしら？まず、シューマッハにとってシーズン初の優勝だったんだ。去年までの強さからしたら信じられないわ。ちなみにシューマッハもブリヂストンも、この年優勝したのはアメリカグランプリだけなんだぜ。ブリヂストンだけのレースでしか勝てなかったのね。この優勝はランキングにも影響を与えて、シューマッハはドライバーズランキングが5位から3位、バリチェロは6位から4位に順位を上げるんだ。フェラーリもチームランキングを5位から2位に上げるんだぜ。ミシュラン勢は全員ノーポイントだものね。3位に入ったモンテイロは、ポルトガル人初の表彰台だったんだ。確かに F1 ドライバーでポルトガル人はあまり聞かないわ。4位に入ったカーティケヤンは、インド人初のポイント獲得なんだぜ。ちゃんとレースに出場したご褒美だわ。レッドブルに買収されて翌年からトロロッソとなるミナルディは、シーズン初、ミナルディとしては最後となるポイントを獲得するんだ。いろいろな意味で忘れられないレースだわね。
いい思い出になったのかしら。そして、ジョーダンとミナルディがポイントを獲得したことでこの年のポイントのチームは、佐藤拓磨とジェンソンバトンが所属する VAR ホンダだけになったんだ。ホンダも佐藤もしっかりしてほしいわ。レースを終えた後の表彰式も、異様な雰囲気だったんだぜ。どういうことかしら？普段であれば観客からの歓声で盛り上がる表彰式も、今回ばかりはブーイングの中で行われたんだ。ファンも勝者を称える気分にはならないわ。シューマッハやバリチェロも、緊張感のある表情で表彰式に臨むんだ。喜べるようなレースではないものね。トロフィーを受け取った二人は、シャンパンファイトも行わず引き上げるんだ。賢明な判断だわ。だけど、最初で最後となる3位を獲得したモンテイロだけは大喜びで表彰式に臨むんだ。笑顔でガッツポーズをしながら表彰台に登って、一人でシャンパンファイトも楽しむんだぜ。一切空気を読んでないのが潔いわ。チームにとっても久々の表彰台で、ドライバーとチームスタッフで記念写真も撮ってるんだ。冗談が悪いことしたわけじゃないものね。こうして、ミシュランタイヤが原因の大クラッシュで始まったアメリカグランプリは異様な空気の中を得るんだ。二度とこんなレースは勘弁だわ。早く忘れたいくらいだわね。だが、この前代未聞の事態が引き起こした波紋は、レース後も広がり続けるんだ。エグすぎる代償。後にミシュランゲートと呼ばれることとなるこの事件は、レース中から様々な混乱を引き起こしてたんだ。何があったのかしら？当時から F1 は、世界各国のテレビで中継されてたんだ。世界的なスポーツだものね。だが、ミシュラン陣営がレースに出走しないことが明らかになると、カナダ、フランス、オーストラリアのテレビ局は即座に中継を終了したんだな。ちなみにミシュランはフランスの会社だ。さすがに母国の会社の集大を放送したくなかったのかしら？ F1 のトップとも言えるエクレストンはインタビューで、アメリカでの F1 と、F1 でのミシュランにとっていいことでないと答えてるんだ。このレースで残した印象はどちらも最悪だものね。そして、このエクレストンの言葉は形として現れるんだ。どういうことかしら？今回の事件は、アメリカグランプリ主催者と FIA の関係を悪化させることになるんだ。盛り上がるはずのレースがブーイングだらけになってしまったんだものね。それが原因で、インディアナポリスを使用して行われる F1 グランプリの、2008年以降の F1 開催を断念することになったんだ。信頼関係がなくなったのね。ミシュランはどうだったのかしら？最も裏切ることとなった観客に対する対応に追われるんだ。それは大事なことだわ。このままだと印象が悪いものね。ミシュランは大会のチケットを購入した全てのレースファンに、代金分の小切手で保証するんだ。とんでもない金額になるわね。その上、翌年のアメリカグランプリのチケットを2万枚購入し、2005年のチケット購入者に配布したんだ。随分太っ腹だわ。悪くなったイメージを少しでも良くしたいのね。そして2005年の年末、この年チャンピオンを獲得することができたミシュランは、2006年限りで F1 から撤退することを発表するんだ。やっとブリヂストンを倒せたのに残念だわ。こうしてこの事件は、F1 の舞台から世界最大の自動車市場を持つアメリカと、世界最大級のタイヤメーカー、ミシュランを同時に失うという誰も得しない最悪の結末を招くことになるんだ。F1 の損失も大きいわね。残念すぎるわ。だが最近になって、その時の傷を癒すような動きが F1 に訪れてるんだ。何があったのかしら？実は近年、アメリカでの F1 人気が高まってるんだ。理由が気になるわね。それまで、アメリカ国内での認知度が高くなかった F1 は、ネットフリックスで、ドライバーの人物像を深く描いたドキュメンタリー番組が始まったことをきっかけに、若者からの支持を集めることになるんだ。ネット番組がきっかけだったのね。2012年にオースティンで復活したアメリカでの F1 は、今ではマイアミとラスベガスの大会も加わり、最も F1 を開催する国になったんだ。3大会もあるのね。F1 の魅力に気づいてくれたのかしら。そしてミシュランも、2025年からのタイヤ供給に関する入札に関心を持ってるとの報道がされるなど、2006年以来の復帰が期待されてるんだ。2005年の経験を生かして、また F1 で頑張ってほしいわ。当然のことだが F1 ファンが安心して楽しめる、魅力的なレースを見せてほしいよな。裏切ることだけは、絶対してほしくないわよね。間違いないな。世界の一流が集まる F1 でも、とんでもない事件やエピソードがあったのね。今回のような、ある意味人間味あふれるエピソードも、F1 の魅力の一つなんだぜ。知ってるとレースをより楽しめるわ。今後もたくさんの F1 ファンに盛り上げてほしいよな。続いてはこの動画だぜ。マリサ、マクラーレンって今シーズンの途中から F1 を盛り上げてるわよね。そうだな。急にマシンの戦闘力がアップしていこう、毎戦のように入賞を争っているもんな。そうね。序盤は本当に何があったんだろうって思ってたけど、アップデートでだいぶ変わったわね。
だが、過去にマクラーレンを震撼させた事件があったのを知っているか？何それ？全然知らないわ。じゃあ今回は、スパイゲート事件について解説していくぜ。疑惑の始まり。そもそも、その事件はいつ起こったものなの？2007年だ。当時のトップチーム、フェラーリとマクラーレンの間で起こった出来事なんだ。そうなの？当時のフェラーリってミハエル・シューマッハがいた時代？いや、シューマッハは2006年限りで引退していたな。当時はルノーに所属していたフェルナンド・アロンソが、2005、6年と2年連続でチャンピオンになっていて、シューマッハはその前までチャンピオンだったんだ。なるほど。世代交代の過渡期だったわけね。それで、2007年はどんなシーズンだったの？アロンソは、チャンピオンを獲得したルノーからマクラーレンに移籍。その年に、マクラーレンのジュニアチームから昇格してきたルイス・ハミルトンとコンビを組んだんだ。なるほど。今はライバルチームにいる二人も、かつてはチームメイトだったのね。それに、アロンソの方が F1 デビューが早かったのね。そうだな。それで、フェラーリも前年に引退したシューマッハの代わりにキミライコネンが移籍してきたんだ。キミライコネンも、ここ最近まで現役じゃなかった？そうだな。2021年まで現役だったから、角田選手とバトルしたこともあるな。そんな感じで、この年は前年チャンピオンが移籍、皇帝が引退といろんな出来事があったから、チャンピオン争いが、最終戦までもつれる大混戦になったんだ。そういうシーズンって面白そうよね。この前、天気予報を見てた時にキャスターのお姉さんが、もう今年オランダの国歌を何回も聞きすぎて覚えちゃったって言ってたけど、こういうシーズンって、1チーム1ドライバーが、選手権を独走するシーズンとは違う緊張感があって面白いわよね。そうだな。オランダ国歌とオーストリア国歌は、何回も聞いて覚えるくらいまで来たが、そろそろ他の国歌も聞きたいな。それで、話を元に戻して2007年のシーズンだけど、チャンピオン争いはどんな感じだったの？ドライバーズチャンピオンはマクラーレンのアロンソとハミルトン、フェラーリのライコネンの3人が争ってたな。なるほど。となるとコンストラクターズチャンピオンは、フェラーリとマクラーレンで争ってた感じ？当初はそうだったな。なんだか含みのある言い方ね。そのスパイ事件が関係してくるのかしら？そうなんだ。その事件について解説していくぜ。機密漏洩事件。発端はフェラーリのチーフメカニック、ナイジェル・ステップニーから始まったんだ。第5戦モナコグランプリの時に、自チームのマシンが遅くなるような細工をしたんじゃないかっていう疑惑が出たんだ。チーフメカニックがわざわざそんなことをする意味が理解できないわ。そうだな。でも、調査後、ステップニーが実際にマシンの燃料タンクに白い粉を混入させていた疑惑が出てきたんだ。何それ？この後どうなっていくの？このチーフメカニックは結構な幹部職で、そんな人が自チームのマシンに妨害工作をしていたとしたら、他にも何かしていないかということで、追加で調査がされたんだ。当然といえば当然ね。それで、どうだったのかしら？調査の途中で、マクラーレンに対し、チームのマシンに関する機密事項を漏らしていたことも発覚したんだぜ。いやいや、まさか、大きな借金でも抱えてたのかしら？ F1 を楽しみにしてる人をバカにしてるわ。そうだな。この機密漏洩自体は、フェラーリのチーフメカニックから、機密書類がマクラーレンの、チーフデザイナーに渡っていたんだぜ。そんな幹部がどうしてそんなことをするのよ。自分の腕でそこまで出世してきたんじゃないの？残念だよな。その機密書類をマクラーレンのチーフデザイナーの妻が、印刷業者に持って行ったんだ。その後、印刷業者の人がマクラーレンの人がフェラーリの機密書類を持っているということに気づくんだ。そして、このことをフェラーリに告発したんだ。そんな発覚の仕方だったのね。正々堂々とマシン開発をしてほしいものだわ。本当にそうだな。この件が発覚したのと同時にマクラーレンは、このデザイナーを停職処分にしたぜ。結局、この人はその翌年に辞職したんだ。自分で辞職したの？しかも翌年なの？こういう機密漏洩事件って、日本だと発覚後すぐ懲戒免職とかが相場だと思うけど、なんだか処分が甘くない？そこに関しては、当初フェラーリからマクラーレンに機密が漏れているということは断定されたが、FIA の調査の結果、その情報がマシン開発に活かされたというところまでは、証拠不十分ということになったんだ。なるほど。疑わしきは罰せずということね。そういうことだな。結果的に、FIA からこの機密漏洩事件に関わったフェラーリとマクラーレンの二人に、長期間国際モータースポーツから追放されるべきでなく、むしろ当人には弁明の機会が与えられるべきだという裁定になったんだ。よく言えば寛大な、悪く言うとひよった裁定になったのね。情報を盗んだマクラーレンチームには何か処罰はあったのかしら？いや、特になかったんだ。そもそもその時はまだ明らかになっていないことが多かった。そのため、どっちが加害者で、どっちが被害者なのか、釈然としない状況だったんだ。
どういうこと？フェラーリが被害者でマクラーレンが加害者じゃないの？いや、当時はマクラーレンもスタッフが勝手にやったことでこんな疑惑をかけられた被害者だ、と主張していたから、当事者がどちらも被害者だと言っていたんだ。そうなのね。それで、当事者はいいけど周りの人はどう見てたの？マクラーレンが機密をゲットして得してるから、マクラーレンが加害者であるという見方はもちろんあったぜ。やっぱりそうよね。なんだかんだ言ってもマクラーレンは、この件で得をしてるもんね。そうだな。その一方で、フェラーリ側が、チームスタッフとして不要な存在になっていたこの被疑者が、他チームに移籍してノウハウが流出するのを避けるために、仕組んだのではないかという見方もあったぜ。なるほど。書類を持っていかなくても、頭の中にある機密情報まではどうにもならないもんね。そうだな。現在ではこういう上級職の人がチームを移籍するとき、元のチームを辞めてから新たなチームに加入するまでの間に、どこのチームにも関わらない期間を設けることが、一般的になってるだろ？ガーデニング休暇ってやつかしら？そうだな。チームの最新のデータやマシンの重大な機密情報が、移籍した人材を通じて漏れるのを気にして、ガーデニングくらいしかやれることがないような期間を、皮肉を込めて、ガーデニング休暇って呼ばれてるんだ。なるほどね。そういうことなのね。別にガーデニングじゃなくてもいいじゃないって思ってたけど、ヨーロッパの方ではガーデニングくらいしか、やれることがないという皮肉を込めて呼んでるのね。そうだな。実際に来シーズンから、アルファタウリのチーム代表になる予定のローレン・メキースさんなんかも今この時期だな。なるほどね。スパイゲート事件では、そんな重大な機密情報がタイトルを争う上位チームの間で漏れてたってことなのね。ああ、だからフェラーリの自作自演っていうのも F1 の世界であることを考えると、納得できるだろ？確かに、大事な情報を知り得る立場の人が、辞めるってなったら二度と F1 の世界に戻ってこないに越したことはないわね。そうだろ。だから真相がいまいちわからない状況だったんだが、この話は途中で展開が変わるんだ。何が起こるのかしら？謎が残る結末。ここまで、あくまで個人間の不正であって、チームは何も絡んでいないということだったんだ。だが、あるきっかけで他の関係者も絡んでいることが発覚したんだ。他の関係者って？ドライバーとか？でも、それだったらもうこの話聞きたくないわ。残念ながら絡んでいたな。2007年のチャンピオン争いはフェラーリとマクラーレンが、終盤までがっつり争いをしていたって言っただろ？そうだったわね。チーム内バトルとかもあったのかしら？実はマクラーレンであったんだ。当時2年連続でチャンピオンを獲得したアロンソは、ナンバーワン待遇が確約されていたはずだった。そして、チャンピオン争いをしていたのは想定通りだったんだ。じゃあ、ハミルトンが予定より早く、F1 でチャンピオン争いをしてたってこと？そういうことだ。カート時代からチーム代表のロンデニスと面識があるハミルトンが、1年目からポイントリーダーに立ち、チャンピオン争いに加わったことで、当初の予想と違うことが起こっていたからだろうな。なるほどね。でも、今のマクラーレンもノリスとピアストリでレース中バチバチやってる場面が見受けられるし、フェラーリもルクレールとサインツでバチバチやってるし、その辺はどうにもならないのね。そうだな。アロンソとハミルトンの話に戻すぞ。まずハミルトンが予選の時、チームの指示に従わずにアロンソより先にコースインしたんだ。あれ？急にグランプリの話になったのね。そこは気にするな。チームはアロンソが先にコースインするように指示していたから、アロンソは不満で、予選でタイヤ交換でピットインした時に、タイヤの交換を終えてからその場に静止したんだ。え？ハミルトンが最後のアタックを行えないように時間を潰して、ピットアウトするという出来事が起こったんだ。なるほど。アタックの妨害は、今も似たようなことがあるけど、大抵グリッド降格のペナルティが出るわよね？そうだな。この件でアロンソにもグリッド降格のペナルティが出たんだ。確かに順当な気はするけど、アロンソは納得がいかないわね。あくまでハミルトンへの報復のつもりでやってるのに、どうして FIA が口を出してくるんだということでね。そうだな。この件の後、アロンソとチーム代表のロンデニスの間で話し合いが持たれたんだ。なるほど。アロンソにとって納得のいく話し合いになるといいわね。残念ながら、そこはダメだったぜ。アロンソはチームの指示を無視したハミルトンが、レース中にガス欠が起きるようにするべきで、そうしないならくすぶっていたスパイ疑惑に関して、マクラーレン側に不利になる情報を公表するって言ったんだ。それはちょっと無茶な気がするし、アロンソにそんな過去があったのね。それで、マクラーレンはどうしたの？そのまま FIA にチクったぜ。それにより、この件は問題が大きくなっていったんだ。FIA はマクラーレンのドライバー陣に調査への協力を命令したんだ。そうよね。アロンソがそんなこと言ってて見逃すわけにはいかないわよね。ドライバーも調査をした結果は、どうなったの？結局、フェラーリのマシンの重量配分やブレーキバランスなどの情報が、さっきのスタッフからテストドライバーに流れていて、
さらにその一部がアロンソにも漏れていたんだ。完全にアウトだわ。そうだな。メールの文面では、その漏れてきた情報に対して、アロンソが今度のテストで試してみようということを発言したのが判明したんだ。もうこれはチームぐるみの不正ね。マクラーレン、ダメだわ。結局、当初情報は漏れていたが、それを活かした証拠がないということになっていたのが覆ったんだ。マクラーレンは、その年のコンストラクターズポイントをすべて剥奪されたんだ。その後のレースで優勝した時も、マクラーレンのドライバー以外のスタッフは、ポディウムに上がれなかったんだ。ドライバーは大丈夫だったの？アロンソは？いや、こちらに関しては、調査に協力した見返りでお咎めなしにされたんだ。なるほど。最新の技術を激しくぶつけ合う F1 で行われていたと思うと、胸クソ悪いわね。そうだな。最後にもう一つスッキリしない話なんだが、この事件のフェラーリ側のチーフメカニックだった人物が、F1 界を去った後、イタリア国内の高速道路で不審な死を遂げているんだ。どういうこと？この時、彼はなぜか高速道路で車を停車させて、車外に出ていたんだが、そもそも、その時の彼には、車を止める理由も車外に出る理由もなかったんだ。なるほど。確かに変ね。そうだろ？真相は未だに謎なんだが、この事故をスパイ事件と重ねて考える人も多かったんだ。なるほど。もしかしたら天罰が下ったのかもね。ちなみに、事件を起こしたマクラーレンは今どんな感じなの？正直、名前は同じでも中身は全然違うと思うぜ。当時のチーム代表だったロン・デニスもいなくなったし、アロンソとハミルトンも、全然違うチームにいるからこんなことはもう起こらないと思うぜ。そうなのね。もう二度とこんなこと起こってほしくないわ。そうだな。この疑惑に関してもいろいろと噂が立ったのは、それだけ F1 に関心を持つ人が多いからだと思うんだ。そうね。今後、F1 がよりいいフェアな方向に進んでいってほしいわね。他にも印象に残るとんでもない事件があれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。